カトツキラムダ計算第7回、今回はモデル間の論理関係、これに入ります。内容はですね、教科書の2.7節、一言で言えばですね、個々のモデルの性質を調べる、そう言っていいと思います。で、教科書の第2.7節の冒頭で以下のような説明をしています。キャピタルラムダのモデルの定義は、およそ可能なモデルの最低限の構造を規定しているだけであり、性質や構造の異なる種々のモデルが存在しうる。本節ではその個々のモデルに関する性質や特定のモデル間の関係を調べる有用な道具である論理関係およびその応用例について説明すると、例によってですね、簡潔にさらっと書いてあるので、これのですね、意図、それから概要をですね、補足しておきます。これは教科書に書いていない現在のですね、それ以降のいろいろな経験によって、これだけでは分かりにくいのではないかということで補足です。まずですね、論理関係というのはモデル間で成り立つ式の意味の関係と理解できます。で、この式の意味をですね、特定なモデルを考えて、そのモデルの意味との関係、これを論理関係というんですが、これを通じて分析をすることができるわけですね。注目する意味をですね、ある特別なモデルを作ってですね、それとの関係を通じて分析する、こういう内容なんですね。で、特にですね、コーモデル、タームモデルというのが存在します。このモデルは非常に特殊で、この同置関係、つまり構文論的な同置関係を表現したモデルになっています。ですから、このモデルをですね、特定なモデルと取るとですね、通常のモデルの意味とその式の同置関係との関連も分析できると、そういうことになります。これがフリードマンの基本的な、アイディアなんですね。で、さらなる補足なんですが、論理関係の考え方、この論理関係を定義しますが、そのアンダーライン、その元になっている、その基礎となっている考え方、その定義の仕方と言ってもいいんですが、それはですね、モデル間の意味に関する関係、二項関係をここでは定義しますが、のみならずですね、種々の性質の証明手法としても広く使われているということですね。これは、この点に関しては後で、共性期化などのところでもう一度触れると思います。ですね、そこでですね、個々のモデルの間のですね、意味の性質をですね、論理関係を使って調べる、その背景と意図をですね、説明をしたいと思います。この説明は教科書に載っているんですが、順序を少し変えてあります。で、内容はですね、意味論的に真とですね、特定のモデルでの真との関係ですね、この関係を区別する必要があります。で、このキャピタルラムダの完全性定理はですね、これは論理学のですね、証明論の完全性定理、ゲーデルの完全性定理と呼ばれているものをですね、その枠組みを踏襲してですね、このキャピタルラムダの公理的意味論が意味的同置性、すなわちですね、すべてのモデルにおいて真であることと一致することを示しています。で、このすべてのモデルにおいて真である、さらにですね、任意の変数の解釈においてというさらなる条件がつくんですが、これはですね、ある普遍的な、絶対的な、これが成り立てば、意味的に同じであると言っていいと、そういう重要な性質なんですが、しかしですね、我々はですね、ある特定の自然な数学的モデル、ここでは A と書きますが、を念頭においてですね、その記述システムとして、このキャピタルラムダ、単純なカタツキラムダ計算を考えることが多いわけですね。で、その場合、この完全定理によってですね、その意味論的同置性と合理的意味論が一致するということは分かっているんですが、それはですね、特定なモデルでこの合理的意味論がその特定なモデルと一致するということは何も保証していないんですね。そこでですね、このキャピタルラムダの公理的意味論がある特定なモデル A に対して完全であるかどうか、すなわちこの公理的意味論が導出するですね、その同置関係が、この A 特定のモデルの意味の同置性と同じであるかという疑問、特にですね、この追加公理パラメーターが空である場合、この場合はベータイータ同置関係なんですが、このベータイータ同置関係がこの特定なモデルに対して完全であるかというのがですね、重要な興味の対象になります。
で、このベータ・イータ同値関係が完全な公理形となるようなモデルはですね、このキャピタル・ラムダが記述する対象の抽象的な表現と考えることができるので、このキャピタル・ラムダを理解する上で有用であると言えます。以上の全体的な背景の理解のもとでですね、ベータ・イータ同値線が完全な公理形となる、そのようなモデルは存在するかどうかという疑問があるわけですね。そこでそれを考えてみましょう。で、ベータ・イータ同値関係、これをですね、セオリー括弧ベータ・イータとこう書くことにします。で、特定のモデル A で真な等式集合、これをバリッド A と書くことにします。まあ、この集合とこの集合ですね、このセオリー、ベータ・イータというのはですね、この等式が構文論的に証明可能である前提は何もなしにですね、バリッド A というのはですね、この等式がこの A で同じ意味になる、両辺が同じ意味であるというものですね、とこう定義します。そうするとですね、ベータ・イータ同値関係が A の完全な公理形となっている、モデル A について対して完全であるという言い方もしますが、これはですね、この等式が成り立つということですね。ということです。バリッドなものは全て証明可能である。まあ、逆はですね、これはその必ず成り立つんですね。これが健全性ですから、こちらで導出される等式はですね、必ずこのバリッド A に含まれる。それは分かっているんですが、これが完全にイコールであるということが成立するかということですね。で、我々はですね、このタームモデル、コーモデル、この E がですね、エンプティである場合のコーモデル、当然これはこの性質を持つわけですが、このコーモデルというのはですね、この公理的意味論の同値性、構文論的な同値性そのものをこう表現したモデルなんですね。で、このキャピタル・ラムダを理解する上で特に興味があるのはですね、このコーモデルのようにですね、文法および公理的意味論に依存しない、すなわちですね、我々がすでにその構造を理解している抽象的な数学的なモデル、これがそのようなモデルに対してですね、この等式が成り立つかどうかということなんですね。これを調べようということです。まあ、そこでですね、最も自然な候補はですね、型フレームなんですね。型フレーム、すなわちですね、このキャピタル・ラムダはリカージョンなどを一切含んでいませんから、そのこう、まあ、コンプリート・パーシャル・オーダーのような、そのような特別な特別なメカニズムというのはいらないはずなので、最も自然なものはですね、関数集合と取る、まあ、関数型を関数集合と取るこう型フレームであると。ということでですね、この型フレーム F はですね、こう、ベータ・イータ・イコーリティと一致するかどうか、この等式が成り立つかというのが、まず、まあ、その最初の、まあ、疑問というか、試してみるべき等式であるということが理解できると思います。で、残念ながらですね、ある規定型 B に対してですね、この領域、F オブ S、F ウエソエッジ B が有限の場合、この等式、すなわちこの等式ですね、この等式は成立しないんですね。これは以下のように簡単に確認することができます。この内容は教科書に書いてあるところですね。この2.7章の冒頭ではなくですね、そのフリードマンのそのベータイーターが完全であるようなモデルというその説に出てくるんですが、ここではそれを最初にご説明します。でですね、確認のためにですね、自然数の高度化、こう型なしラムダ計算で使ったですね、自然数チャーチニューメラル、自然数の高度化で使用したラムダ式、これを C スタソエジ N と書くことにします。これを考えてみる。 C スタソエジ N はですね、これはタイプ型付きのセッティングではですね、 F でこうベースタイプ B とすることにします。 B から B への関数 X は B であるとしてですね、この B は規定型に含まれるとします。というふうに型が要求されるので、この F の型はこの関数で X の型は B であるとして、 F を X に N 回適用する、そういう式、これを C 下添え字 N と書くことにします。そうすると明らかにですね、この全ての自然数 N について C 下添え字 N、 この式はですね、加算無限個存在します。
で、しかもですね、i と j が異なればですね、この ci と cj が等しいということをこの構文論的に示すことはできない。これは成り立たないですね。明らかにこの違いますから、違うしですね、まあこれは正規形であると、後でこう出てくる正規形で、正規形が異なれば、ですね、同値性はこのピュアな、ベータイータイコーリティでは成り立たないというのが簡単に確認できるので、 i と j が異なればですね、この CICJ がイコールであるということは同質できないということになります。型はこのような型になる。しかしながらですね、この B という規定型の領域、これが有限であればですね、当然この関数 B から B への関数から B から B への関数、これもですね、有限の関数をこう2回関数空間を作ったわけですから、それに過ぎませんから、すべての関数を集めても当然有限になります。例えば B をですね、ブーリアン2つ、これが領域が2つある True False だとして、この空間が何個あるかというのを計算してみるのもよろしいと思います。簡単な練習問題ですね。まあいずれにしてもこう有限になる。そうすると有限ということはですね、この式は無限個あり、加算無限個あるわけですから、しかし 領域は有限ですから、必ず どれかとどれかが等しいというものが出てこざるを得ないということでですね、この F の下では CI イコール CJ が等しいという IJ が必ず存在するということになります。ということはですね、こちらのイクオリティとこちらのイクオリティを比べるとですね、これはイコールになり得ない。ここには含まれていないイクオリティがこのバリッド F にはあるという、そういうことになりますということですね。で、これが判例なんですね。ですからこれはこの F ウェソイジ B が有限の場合は成り立たない。しかしですね、この判例は F ウェソイジ B が加算無限であれば成立しないんですね。で、判例が成立しないからといってこの等式が成立するとは限りません。で、しかしですね、この等式は実はこの FB が加算無限である、そういうベース型しか存在しなければ成立するんだというのがですね、ある種驚くべきエレガントな結果なんですね。で、その内容に入る前にですね、その教科書の補足を一点しておきます。すなわちですね、セオリーベータイータとバリッド A の一般的な性質と書いてありますが、で、この補足はですね、教科書を先ほど引用した、まあ、先ほど説明したある教科書の内容、まあ、このビデオは当然ながらそのプログラミング言語の基礎理論の教科書にの補足教材ですから、ですね、詳しくはですね、プログラミング言語の基礎理論を学んでいただくという、そういう前提でこのビデオを配信しています。で、その教科書の68ページにですね、先ほど引用した文章、残念ながらこの性等式は成立しないと書いてある。何が残念なのか説明していませんね。そこでそれのこのニュアンスを補足しておきたいと思います。セオリービータベータイータ、これはですね、構文論的な公理形で定義されます。で、このキャピタルラムダの場合、この構文論的な公理形は決定可能、まあ、リカーシブ、コンピュータブル、まあいろんな言い方がありますが、決定可能な集合、つまりですね、この集合が、この等式がこの集合の要素であるかということは計算可能なんですね。そういうある意味単純な、そういう述語だ、単純な集合ということができます。それに対してですね、このバリッド A というのは A が F の場合、型フレームの場合も含めですね、一般に複雑な集合なんですね。ですから通常リカーシブとなるとは限らない、まあ期待されない、まあそう言ってもいいかもしれません。そこでですね、この性質、この集合とこの集合が完全に一致するというのはですね、このバリッド A がリカーシブであるということを意味します。で、これはですね、そういう意味ですね、重要なメッセージを含む結果とみなすことができるわけですね。これが以上がですね、補足です。以上の前提の理解のもとでですね、論理関係とその応用であるベータイータ同値関係のモデルに入りましょう。これは教科書の 2.7 節ですね。そこでですね、その論理関係の考え方はですね、フリードマン
引用文献18によってですね、このキャピタルランドの純粋な功理的理論が基底型の集合が加算無限である型フレームに関して完全であることを証明する際に用いられたものである。まあ、このように説明をしているんですが、こう本章、まあ、本説ですね、すみません、本説ではですね、フリードマンの証明手法を論理関係として、まあ、こう改めて定式化する。まあ、もちろんこう内容は一緒ですが、こうフリードマンは論理関係というものは使っていません。単にですね、その1、この先ほどの等式を証明するための一つの手法としてこれを定義しています。で、後にこれは論理関係とされる、という重要な証明手法として確立しています。で、その応用としてですね、このフリードマンの証明を再構築する。これは次回になると思いますが、これをやっていきます。そこでですね、1点こう整合表があります。この整合表は参考文献の誤りですね。まあ、そのこれをの重要な文献が誤っていたと、まあ、その恥ずかしい限りですが、当時はですね、インターネットで簡単にこのビブテックをコピーするというような環境になかったというような、いろいろなことがあってですね、しかもこの論文そのものはコピーを持っていましたが、この論文そのものにですね、この引用文献のサイテーションは書いていなかったんですね。まあ、そう、僕の記録です。で、それはさておき、この引用文献、264ページ引用文献がたくさん載っていますね。で、その中でこれを、この説ではですね、重要な文献として私はですね、使っているわけですね。それは前に説明した通りですが、ここにですね、タイトルがまず、Equations Between Functionals。これはですね、Equality Between Functionals の誤りですね。それから、1973年、これはですね、今、確認、何回か確認してみると、1975年らしいですね。で、これもですね、その何らかの論文の引用文献の引用のところをコピーしたんだと思います。まあ、いずれにしてもそれはどうでもよろしくてですね、誤りです。訂正します。これもですね、そう、整合表を後でそのサポートページにアップロードしておきたいと思います。まあ、こういうことですね。もしですから、この文献を引用される場合はこちらをお使いくださいということですね。これは誤りであるということです。で、今回はですね、そのフリードマンが構築したですね、その一連のその、まあ、意味論的な関係、それからベータイータイクオリティが完全になるようなモデル構築の前半部分、その証明手法で、今日では論理関係と呼ばれている関係、これを定義します。教科書の2.7.1ですね。この関係ですから、これは何の関係かというと、モデル間の関係ということで、2つモデル A と B を取ると。A と B、モデルはこういう形をしている意味領域ですね。この A と B のモデル間の論理関係 R とは、以下の条件を満たすような型でインデックスされた関係の集合です。ということで、 R タウ、すべてのタウについて R タウというのがあって、それはですね、 A タウと B タウの直積の部分集合、すなわち関係であると。で、この関係に2つの条件がついています。条件はですね、関数型の関係と組型の関係はですね、このような性質を満たす、これ if and only if ですね。その f と g、関数型の要素、この関数型の要素、すなわちですね、f はこの a のタウイチアロータウに、g は b のタウイチアロータウに、そういうものがこの r の関数型で関係しているのはですね、if and only if で、タウ1の要素、関係している要素を任意にとって、この F と G にそれぞれアプライすると、それはその結果は関係している。すなわちですね、アーギュメントが関係していれば結果が関係していると、そういうような、関数の関係、これがですね、関数型の関係であると定義します。で、組型はですね、この組型、これもですね、 A と B の組型の2つの要素、これが関係している条件、if and only if の条件はですね、すべての1から n について、この a のプロジェクション i と b のプロジェクション i が、この r tau i で関係しているような ab であれば、 ab は関係しているというふうに定義されます。で、コンスタントも関係しているという条件があります。で、以上を満たす関係の集合、これがですね、論理関係 R とされます。冒頭で申し上げたようにですね、論理関係というのは、その式
同一の式の2つの異なるモデルにおける意味の関係を調べると、そういうこの意図で作られたその関係なんですね。したがってですね、その意味についてのこう関係としてこれを見直さないといけない。そこでですね、意味は環境に依存しますから、論理関係の環境への拡張というのを定義します。これは単なる、こう技術的な単純な定義ですね。モデル関係の論理関係はですね、それぞれのモデルの環境間の関係に拡張される。で、どういうことかというと、モデル A と B の論理関係が R であるとします。で、あとはですね、こう型関係をガンマがあったとすると、そうするとガンマを満たす A と B の環境、イータ A とイータ B の関係というのを R ウエソエジガンマと書くとですね、この R ウエソエジガンマというのを以下のように定義できます。この2つの関係がこの R ウエソエジガンマで関係しているのは if and only if で、このガンマの任意のドメインの任意の要素 x について、 x の値がそれぞれ、これはどこに入っているかというと、ガンマのこの x の型ですから、型がタウであればガンマのタウですが、すなわちですね、ガンマを x に適用した時、何か型が与えられている、その型の関係で関係していると、こういうふうに定義することができます。これはですね、論理関係が決まれば当然こう簡単に決まる関係ですね。と、このようにして関係、論理関係を環境の関係へと拡張できます。で、以上の準備のもとでですね、論理関係の基本補題、これを証明することができます。すなわちですね、この補題、補題2.7.1、これ教科書の番号ですね、論理関係の基本補題。これ以下のようなものですね、この R、スクリプト R を A と B、モデル A と B の論理関係とし、イーター B をこの R ガンマを満たす A と B の環境とする。で、こう式、この導出可能な式、キャピタルラムダの型システムで導出可能なこの型判定が与えられたらですね、この型判定の A における意味と、型判定の B における意味、このイーター A とイーター B におけるですね、この M 同じ式の意味はですね、この論理関係によってですね、関係しているということが証明できます。すなわちですね、この意味の2つのモデル間の同じ式の意味の関係を定義するために作られた技術的な関係、あれがその複雑な、つまりその関数型と組型に関してですね、特別な条件があったと。あの条件はですね、この意味の関係を、この関係が成り立つように定義された、そういう関係なんですね。ですから、この基本補題が成り立つように作られた論理関係、モデル間の関係、これが論理関係であると、そういうふうに言えると思います。で、こう基本補題、これはですね、この証明はですね、この主語、この M の型判定の M に関する、この行動に関する機能法で証明することができます。で、これはですね、機能法の仮定と意味の定義によって、何の困難もなく示せます。ということですね。で、教科書ではですね、すべてのケースが詳しく述べられているのでですね、各自ですね、特にですね、M がこのラムダ抽象の場合、この場合が最も重要なんですが、この場合を含むすべての場合を尽くしてみることを強くお勧めします。もう一回言いますが、何の困難もありませんが、これはですね、この、機能的に何かこの型判定の性質を証明する、非常に典型的な、証明になっているので、こうお勧めいたします。で、ここではですね、このプロジェクションの場合、そんな難しく、何の一種もありませんが、この場合を示すのみにとどめることにします。ではですね、基本補題の証明のですね、こうプロジェクションの場合、これをやってみましょう。で、このプロジェクションに対して型導出ができるということなので、カッターシステムの定義によってですね、プロジェクション i ですから、 i を含む、 i を超えるか等しい n があってですね、タウ1からタウ n があってですね、この m1 というのはこの組型であって、かつですね、このタウ、これに関して導出できる型というのはタウ i であるということが、カッターシステムの定義から得られます。あとはですね、機能法の仮定をですね、この m1 に適用します。そうすると、 m1 の a における意味と m1 の b における意味は、この r のこの型の関係で関係している。この関係が得られます。あとはですね、この m.a
m1.i、m1.i の意味の定義によってですね、この m1.i の意味はですね、この m1 の意味、これにですね、プロジェ i をこの意味に適用したもの、これに等しいと、これ意味の定義ですね。この b、モデル b についても全く同じです。したがってこれとこれの2つの等式が得られます。でですね、この組の論理関係の定義によってですね、このエレメントは関係しているということはですね、プロジェクションをしたその要素がですね、関係しているプロジェクションの要素、これですね、すなわちこれとこれがこの要素型で関係しているとということでですね、このタウはタウ i ですね、タウ、この関係が得られる、これが求められる結論ですから、この場合は、証明が得られたことになります。で、このようにですね、論理関係の定義とそれから意味の定義を使えば、あとは機能法の仮定を使うと、このようにですね、証明ができます。で、先ほど申し上げたようにですね、ラムダ抽象の場合はぜひやってみられるということをですね、その論理関係の最もその典型的なケースに関する、習熟としてですね、この基本法題の証明をされるというのがよろしいと思います。何の困難もありませんので、ここでは省略をして各自ですね、教科書を参考に、トレースをするとしてみるということをお勧めします。本日はここまでにします。で、次回でですね、この論理関係という道具を使ってですね、ベータイータ同値関係が、その公理形が完全であるようなモデルをこう作る、作るというか、そのモデルを特徴づけるという、そういうフリードマンの結果の証明を学ぶことにします。で、以上で今日の内容は終わりです。